おはようございます。おはようございます。おはようございます。皆さんお久しぶりでございます。いや本当お久しぶりです。皆さんにはこれから日本の半分を使って鬼ごっこをしていただきます。また2回目であるんで、ついにですね。前回は西日本、四国、九州を使って鬼ごっこをしましたが、今回は第2弾ということで東日本と北海道を使って鬼ごっこをしていただきます。おー、範広いね。広いね。だいぶスケールを大きくやってる。でっかいの。え、ちなみにそれ賞金出るんですか。実は、なんと、出ません。あ、知ってました。でしょう。鬼ごっこのルールなんですが、前回は鬼チームの勝ちということで終わりましたが、今回はスケールも大きくなったということなので、いくつか変更点がございます。まず利用可能な逃走者。今回の日本の半分で鬼ごっこのルールを説明していきます。概要欄にも記されておりますので、ぜひご活用ください。基本的なルールは一般的な鬼ごっこと一緒で、鬼が逃走者をタッチし捕まえます。逃走手段として両者ともに船、電車、飛行機といった公共交通機関を利用することができます。今回の逃走範囲は日本を二分割したうちの東側、北海道東日本エリア、延べ面積にして25万5000平方キロメートルとなります。スタート地点は日本の中心の駅である東京駅です。新幹線、JR 線、地下鉄線が乗り入れており、鉄道だけでも逃走手段が山ほどあります。制限時間は朝の8時から翌日の夜8時まで、休戦時間はありません。プレイヤーは鬼チーム、逃走者チーム、それぞれ2人ずつで移動します。鬼チームは逃走者に追いつき確保すれば勝利となり、逃走者チームは鬼から逃げ切れば勝利となります。また今回特別ルールとして、鬼チームは2回助っ人に電話ができるお助けテレフォンを持っており、逃走者チームは1時間無敵になれる無敵カードをそれぞれ初期アイテムとして持っています。またゲーム開始後から30分おきにお互いの位置情報を確認することができます。移動時のルールとして、逃走者はタクシーには乗れません。鬼チームはタクシーには乗れますが、タクシーに乗っての県をまたぐ移動はできません。また新幹線の利用については、逃走者は1回の利用の上限を2時間半までとし、利用後は1時間その駅に留まらなければいけません。以上が鬼ごっこのルールとなります。え、じゃあってことはチームはこうよ。あ、そうやな。前と一緒変わらんけど、前のじゃん。あー、前と鉄オタ VS 非鉄オタです。あ、そうですね。あ、そうですね。あ、ちょっと待って、ちょ、おくん携帯出して。今すぐ知り合いと絶縁で。おかしい、おかしい。全員絶縁やもん。前回やってくるから知り合いやんもん。あれ見事やったもん。やられてるからね。今回しけてるからな俺。いやな、変更点夜どこへ寝んのか。確かにな。いや、でもほらな、鉄オタやから、ここはちょっとそこ駆使してね。今回もやらせてもらいますよ。お前知らんやろ、いとこありますか。東北全部有価圏。いやでも今回も絶対やる。今回もさすがにリベンジするよこれは。マジで。では皆さん、そろそろお時間でございますので、8時に東京に間に合うように移動お願いします。はい、はい、頑張りましょう。お願いします。よろしくお願いいたします。まあね、明日の8時までということで、つかまりくせんな。まあ、一つ買うなしやからな、これ今回は。絶対逃げ切りますので、先生どうぞ。絶対捕まる。ああ、よろしくお願いします。じゃあ、お願いします。お願いします。ということで、お先に。あれ、ちょっと待って、あれ、ついてこんでて、ついてこんでて。はい、もうストップね。30分、絶対動くなよ。動くなよ。捕まれへんからな、俺。わかったって言ってんの、お前。見せつけてやるから。キモいなぁ。めっちゃキモいな、みたいな。だる。挙動がキモいや。ボンバンする。奥君、今ちょうどゲームスタートと同時にミッションが発令されまして、はい、ファーストミッションですね。今日12時までに高さ200メートル以上の建物の展望台に登れということで、はい、クリアできなかった場合位置情報開示。どうするこれ。参加せざるを得なくないかこれは。ここら辺で高さ200メートル以上って何がある。なんかそこら辺のビルでも200メートル超えてるんじゃない。確かに確かに。展望台って言ったら東京タワースカイツリーぐらいしか浮かばん。とりあえずさ、これ多分一番近いのがさ東京タワーやと思うんやんか。あいつらが動き出すの30分後なんやけど、それまでにつけると思うから、これ多分さ東京タワー行っちゃったら勝ちじゃね。これじゃあ行く。うん、行こう。これじゃあ、はい、とりあえず東京タワーの方まですぐ直線的に行きたいなと思います。はい、
ミッションを行うためにすぐに行動を開始した逃走者チーム、高さが200メートル以上の東京タワーへ向かうことにした。やばいやばい、急ごう急ごう、一番早いのがね、あと数分後に出ます8時5分発の丸の内線がある。これ丸の内線、メトロ24時間券、これどう？ほう、どっちがいい、どっちがいい、お好きな方じゃ、お好きな方じゃない。1200円、お金またはカードをインクリ、やばいやばい、電車来た電車来た、ただいま発展しております。奥止めてきて、お待ちください。これ負け負け負けでいい、これふざけんなよ。しっかり乗り遅れるという全視聴者が期待したオチを作る逃走したチーム西園寺、さては狙ったな。ただね、これ問題ありません。もう東京で1本や2本逃しても関係ないですね。もう時刻表見なくてももうこの感覚で来ますんで、さっさとね、ここは東京タワーに行きます。ジョー君見てこれ、時刻表えぐい、これ何これ、えぐいだ、やばい、少なくとも奈良では見られない。ということで7分後です。8時13分に霞ヶ関に到着です。で、僕は日比谷線に乗り換えてね、神谷町が東京タワーに近いと思うんで、ここからちょっととりあえずその駅まで向かいたいと思います。彼らが動き出すの30分後なんでね、これ行けんじゃない、東京タワー先登れるぞ。次は虎ノ門ヒルズです。さすが、8時今何分、19分に、よし、まだあいつは動いてませんからね、神谷町に到着です。で、ここから東京タワーまで一番近い出口、こちらですね、ミッションクリアの文字が書いております。よし、行こう。奥見ろ、これが東京タワーや。よし、お前何してんねん、もう時間ないねん、時間ないねん、お前何もないやろ、逃走中、今逃走中、ふざけんな。いや、すいません、まだね、これ鉄オタの悪い癖出てます。ダメダメ、これ高さ333メートルということなんで、これはもうね、どう考えても200メートルありますからね。早速登っていきたいと思います。時刻は27分なんで、まだあいつらは東京出発できていません。いや、すごいわ、東京のシンボルですからね。逃走者チーム、鬼チームが動き出す前に目的地である東京タワーに着くことに成功。これで一つ目のミッションクリアかと思われたが、うん、ちょっと待って、うん、これやばない、うん、嫌な予感すんねんけど、やってる、これやってない、やってない、やってないって、やってないよ、これシャッと閉まってるやん、おいおい、ふざけ、4枚で閉まってるって、閉まってるって、まさかの営業時間外だった。東京タワー営業時間外は10時、10時かな、あ、10時やわ今日、本日の営業10時って書いてる、終わった、いやいや、やばい、来るだあいつら、もう今8時ちょうど半ぐらいじゃないですか。東京タワーが閉まっており、行く手を失った逃走者チーム、8時半となり、鬼チームもいよいよ動き始めるが、果たしてこの先どうするのか。東京で200メートル以上の建物やん。東京で200メートル以上来たらあれじゃない、もう、まあ誰でも分かると思うけど、それは東京タワーの使い手しかなくない。まあそこ2つやんな、展望台がある、まあ要はタワーみたいな感じってことやんか。もうタワーって言ったらその2つしか思いつかへんねんけど。まあそやな、俺も、うん、パッと思いついたのそこ2つぐらいやんな。そうやな、じゃあ、まあ、また30分後は位置情報分かるのでそれで動きたいと思います。はい、ということで8時半なんやけど、今どこにいると思います？どこいるやろ、東京出てさっき30分やんな、どの辺いんの？ちょうどね、東京タワーやね。ちょうどかもすぎひんこれだって東京タワー上登らなかんやん。そうやな、登るっていうのがミッションやもん。ってことはさ、登ったり降りたりするの時間かかるやんか。まあそうやんな。で、俺らが今から行けば駅かもしくは東京タワーの下で待ち構えたら絶対捕まえられる。あ、ほんまや、行けるよな。買ったくない。じゃあもう開始1時間で終わりみたいな。開始1時間で終わり、うん、これはもう第1話で終わりやな。うん、終わりや。じゃあ行こうか東京タワー。あ、そうやな、行こう。逃走者に遅れること30分、鬼チームも行動を開始した。とりあえずは逃走者チームがいると思われる東京タワーに向かうことにした。調べてんけど、うん、こっから地下鉄乗ったら
まあ、乗り換えたりして行けるっぽいねんか。あ、違う違う、どっち？なんかそこにさ、入り口あるやん。あ、これか。そうそう、あそこは行ったら良さそうじゃない？多分確かに近っぽい。なんか駅すごすぎてようわからん。全部の駅に乗り換え、何これ。誰かおかしない。いや、やばいな。全部大阪だ。やかっ。いや、なんか中華料理みたいな。ちょっとさ、なんかもうディズニー感ない。あー、わかるわ。いいか。あの、窓が丸いのとかわかるわ。なあ、じゃ乗っていきましょう。霞ヶ関の電車が、そう、いろいろ象徴があるとこ。すげえ、大都会。行こうか、日比谷線。はい。あ、神谷ちょっと。そう、ここ二駅先。やからすぐ行けるわ。3分行けば。3分、あ、そう。あ、所有時間書いてくれてんのか。わかりやすい。いいね。はい。次は、虎ノ門ヒルズです。33分だからもう来てるわこれ多分。もうだって俺らの場所分かってるもん。やばい、別の 200m のとこ行かなあかんで。何これ。ちょっとさ、これ結構さやばいと思うねんか。で多分こっちに来てるやんか。で俺もう 200m 以上って言って、もう一個有名な俺東京スカイツリーとかは多分あいつが考えてると思うねんか。で俺一個考えたんやけど、だからスカイツリーかなと思わせて別の 200m 以上の建物とかと、そういう感じで、うん、まあいいんちゃう、もうそれで。なあ、いつは知らんと思うね、うん。とりあえずスカイツリー方面に行こう。だからとりあえず次の30分後の情報開示の時にスカイツリー向かってるわって思わせる方向で行こうか。東京タワーに登れず危機的状況に陥った逃走者チーム、鬼チームから巻くためスカイツリーに行くと思わせるフェイント作戦に出ることにした。よく、もうちょっと急いで、もうちょっと急いで。肩外れる。カバンの大きさ罰ゲームやんこれ。なんでこんな大きいの。どう考えても鬼ごっこするやつのカバンじゃないよ。いろいろ入ってる。何入ってんの。服とかカメラとか。いらんやろ。もうヘアアイロン。ヘアアイロンは絶対いらん。一体彼は前作から何を学んだのか。ということで着きました、都営三田線御成門駅です。ここから三田線に乗って東方向に進んでいきたいと思います。次の列車は8時51分ということで、今これ東京タワーがここで、スカイツリーがここなんですけど、まあ、こっち方向に進むっていう感じやな。三田線でこう行きます。こっちに向かっていたら、まあ、スカイツリー行ってるだろうとね、呼んでくれると、まあ、ここは信じて仕掛けていきたいと思います。というわけで今がね、時刻が9時3分です。わかる、このね、いい感じで多分フェイク引っかかってくれたら嬉しいんやけど、なんとかこう9時の時点でスカイツリー方面にこうずっとね進みまして、今水道橋まで来ました。だからどこ行くの。一応考えてるのは、あいつらの眼中にないんじゃないかと思うのが 200m やろ。東京じゃなくて神奈川県の方とかどうかな。どう思う。今東に進んでたから、西にこっからパッて方向を変えるっていうのが一番いいんじゃないかなと思うんで、皆さんもね想像ついてると思いますけど、あそこに行こうと思います。西園寺にはある目論見があるようだが、果たしてどこに向かうのか。1番線の電車は、東京タワー、わかりやすい。いや、もうご丁寧どうも。いや、めちゃくちゃ案内してくれてるやん。さすがにわかるよ、こっからここは。ということで、9時の位置情報なんやけど、あいつら東京タワーおらん。え、いない。さっきまでおったんやけどさ、うん、もう移動してる。え、もう終わったらあれか、なんかゲームスタートミッション行ってるから、じゃあまたやった。あいつら東京タワー行けへんかったんやから、他のこと。なんでやろ。今大手町ら辺でずっと動いてて、東の方行ってんだけど、東の方なんか 200m なんかもうある。東って言ったらさ、浅草とかそっちやから、ね、あれじゃない、あのスカイツリーじゃない。あ、スカイツリーそっちか。そっちや。あ、スカイツリー行くんちゃうか今から。なんか確かに行き目がスカイツリー。じゃあな、今から向かおうか。 OK、 どうしよう、行こう、うん。逃走者がスカイツリー方面に向かっていると察した鬼チーム、とりあえずはスカイツリーを目指すことにした。
調べたんですけど、まあ、ここ神谷町からこれね乗ってそうそうそう今こういて東銀座ってとこで東銀座から乗り換えたら、まあ、都営浅草線、浅草線、なるほど、そうそう、これでじゃあスカイツリー行けるとそうそう、スカイツリー行けるっぽいからここに乗りますので、なるほど、了解です。はい、あ、仕事もな電車行ってもうたんだ。マジか。でもあれやん、もう次10分半か、そう、5分後に来るのか。すごいな東京。さすが東京。さすがやてかさ、よく考えてんけどさ、うん、東京タワー行っててさ、ミッション水泳記念ってことか、多分登れたんやないか。多分というか登れてない。登れないないってできてないってことか。じゃあ私スカイツリー買ってんやん。うん、そやさ。なトラの王記列です。銀座線はお乗り場です。いや、なんかさ、色がなんかさ、いや、なんかあのお茶漬けのあれやろ。いや、そんな、うん、いや今9時半やんか。あ、そう、9時半か。それ見てんけどさ、うん、品川からさらに南行ってんの。品川から南、品川から南ってことはさ、まあ、横浜の方向やん。横浜やんな、うん、スカイツリーって逆やん。なあ、そっか、全然ちゃうとこ、全然ほら、ちゃう方向だよ。いやだからスカイツリーって瞬間潰れるよな。そっちじゃないやん。ちゃうもんな、わざわざ横浜方向やと思うんだけど、横浜って何かある。え、何かあるんかな。え、まあ行ってるってことは何かあるんやろ。とりあえず行ってみよう、横浜方向な。そうやな、折り返そうか。折り返すか、オッケー。うん、逃走者がスカイツリー方面に向かっていないことに気づいた鬼チーム、逃走者の位置情報をもとに横浜を目指すことにした。初めての JR やで、おっくん。次はお茶の水。とりあえずね、もう来た列車に乗り換えて横浜方面を目指します。もうお分かりかと思いますが、ランドマークタワーに行きます。はい、というわけで東京に戻ってきましたけど、まあ、横浜ランドマークタワーが高さ296メートルなんよ。あと3メートルで300。大阪とか関西に向かしてあんまピンとこないと思うんですよ。で、多分盲点だと思うんで、こっちに舵を切ったということですね。とりあえず東海道本線に乗り換えていきます。奥見て、これ上、奥の方 24K だよ。これ2階建てや、リフトか。俺の家でも1階建てやん、これ。というわけで今横浜に着いたんですけど、もうね、あともう少したら10時になって位置情報バレちゃうんで、はい、でどんどん行きましょう。みなとみらい方面に行きます。はい、ランドマークタワー開いてんの。なんだ、開いてるさ、ちゃんと開いてます。しっかり調べてんの。スカイツリーもね、10時かららしくて、あのまま行ってたらやばかったよ。こちらみなとみらいライン、非常に見にくい。ここからランドマークタワーの最寄りみなとみらいの三駅です。乗ってる時に位置情報見たんですけれども、奥君順調に追いかけられてます。やばい、行こう。とりあえずタワーに物事ったらこれミッションクリアなんで、12時までなんで、これ逃してちょっとまずいですよ。横浜ランドマークタワー、あった296メートルですからね。アベノハルカスで300やろ。そうだったっけ。あ、すごい、しれっと横浜にあるの。エグない普通に。奥君見て、これ上、エグいってこれやばい、これですよ。じゃあ登っていこう、展望風呂。とりあえずもう登ったら勝ちやから、先登りましょう。うわー、すげえ、初めてや俺も。やべえ、すげえ、何も見えへん、嘘やん、これ。
くせやろ。何もいやいや、若干見える若干見える。おお、くんこれこれガチ切れじゃないですか。なんじゃこれ。でもすげえな、高いな。これすげえわ。あ、こっち綺麗。あれレンガ街じゃん。レンガ倉庫アスカ通じゃん。あれあれで逃げる。あれ東京交通機関。あれ1000円するやつだ。あれでもこれあの下すごい逃走してんけど。いいやろ。来たのが強いやろ。取れたか。取れなかったかじゃないね。逃げなかった。あ、もうティッシュだよ。もうティッシュ。もうティッシュ。もうティッシュ。ティッシュです。言いましょう。言いましょう。タイムリミットです。ミッションクリアや。やった。10時やねんけどさ、10時の あの位置情報調べたんよ、したら横浜駅を横浜駅は横浜駅ってなんかタワーあるの。横浜で調べてんけど、横浜高いビルって調べてんけど、200m 超えてんのがランドマークタワーだけなんだよ。ランドマークタワーか。ランドマークタワーって聞いたことあるわ。そこだけしかないからそこに絞れるやん。でもそこ行ったらいけるな。もう追い詰めよう。そう、行こうか。それやね。逃走者の居場所が横浜だと分かった鬼チーム、急いで横浜に向かうが、果たして捕まえることはできるのか。はい、というわけで、いや見て、あそこ行ったわけやけど、いやすごいですね。でとりあえずあいつらもう絶対追っかけてきてるんですけど、港未来があっち、桜木町があっちなんですよ。でどっちから来てるかっていうのはよく分かんなくて、横浜方面までずっと接近してたことは分かってるんですけど、ちょっとこれは例えばこっちに行ってこっちから来たらまずいと思うんですよね。だから駅に近づきすぎずに様子を伺っていきたいなというふうに思います。鬼チームが接近してきていることに焦る逃走者チーム、鬼に出くわさないよう駅から離れる作戦に出ることにした。いや、どっちから来てるかが分かったらね、すぐ反対方向から逃げれるんですけど、ちょっと今のところ分かんないんで、いやーこれめんどくさいことになったな。はい、というわけで今ちょうど10時半になったんですが、位置情報を見ましてね、あいつら桜木町から来てるわ。どこ？桜木町におる。そこにおる。ただあいつらも今からパーって来る感じやねんか、こっから港未来行ったらどう？どうちゃう？待ち合わせしたらやばい。僕いいこと思いついた。マジでさ、タワーから見てたやん。これ乗ろうよ。どんなの？ロープへ乗ろうよ。外からこれ見える人、台が入ってるか。これ見えへんくない？いや、見えるか。見えへん、見えへん。ここに乗ったらいいんじゃないの。あいつらがこう来てたから、こっからこう行くっていうのは。そうか、今から港未来急いで引き返すか。どちら？来とるんちゃう、後ろから。港未来までダッシュ来られたら追いつかれるんちゃう。立ち合わせする？多分、知らんけど。そうや、まあでも、知らんけど。いや、そうやな。二択でってなると、ここは安全というか、無難な方で行っとく。ロープウェイからやったら、まあ確実じゃない？いいと思う。あいつらがランドマークタワー行くまでの間に桜井町にこう行くイメージ。それで行きましょう。鬼にバレずに逃走をするためにロープウェイを使うことにした逃走者チーム、果たして逃げ切ることはできるのか。桜井町に行ったけどどうする？いや、もう帰ったらランドマークタワーいいのか。もうほぼ確定やん。あ、そうやな。まだ残ってないならもう下行っとけばいいし。あ、そうやな。オッケー、分かった。とりあえずそっち向かうわ。オッケー、了解。えぐい、飛行機みたい。いや、えぐい。何これ何じゃこれ何俺ら観光しちゃってんの、ちょっと。始まった始まった。やべえ。おらんな。そうやな。あいつらがね、こう向かってるんですよ。だからいるんじゃね。見えんか。こっち行かれ。こっち行かれ。こう降りたらいいんじゃん。あ、そう降りるか。降りていこう。歩いてる。あ、こっちやん、こいつ。何で？お前ら、これ行ってんの？これじゃん。そんな面白い、ちゃんとうまくいくもん。これやん。なんでこういうとこ歩いてんの？だからランナーの方向かってんじゃん、これ。絶対そう。あいつらおる。じゃあ、見えへん。ボケてなおる。逃走者チーム、奇跡的に道に迷う鬼チームを発見。鬼チームとすれ違うことに成功をした。ここから桜木町駅に向かい、逃走を図りたいが、果たしてうまくいくのか。よし、着いた。桜木町にでロープウェイ降りて、今桜木町駅で11時のね、位置情報の会場を見るんですけど、はい、あいつらまんまとほら港未来方面にね、これ罠にかかってるんで、はい、あそこら辺を探索してるんで、とりあえずね、今ちょっと動き出さないことにはまずいんで、とりあえず移動しましょう。はい。はい、というわけで
だからね、桜木町から急いで列車に乗りました。横浜線、ここは横浜です。さっきのね、11時の位置情報の時にあいつらまんまとな、ハマっとってんな、みなとみらいの方に行ってたので、まあ桜木が成功っていうところでなんとかこう入れ違いのように行くことができたんですが、次のセカンドミッションっていうのがもう発令されまして、はい、でこちらセカンドミッション、範囲内にある温泉に入れ。また15時までにクリアできなかった場合、位置情報が常に開示されるっていう。それはやばいな。温泉地ってお前どこが思いつくよ。分からん。関東、草津とか。でもここら辺やったらあれじゃん、熱海とかも近いんじゃない。でとりあえずさ、選択肢としては西になんか密集してるイメージがあるんだけど、それで逃げる感じでいきますか、はい、じゃあどこに行くかまでちょっと決めないですけど、相手の動きも見つつ西の方に行きましょう。あいつら結構西の方行ってて、小田原とか箱根とか。危ない危ない、乗り場間違えていた、こっちでした。